どうもニートの方そうですね、ちょっとまあペース上げていこうかなと。これ没時代っていうか、そのタイトル的になんか未公開映像みたいな感じで変えようかなと考えてはいるんですけど、とりあえず今日もやっていきます。チューボケゴーザーのね、未公開映像パート4ということで、これ、ね、ちょっと過去の参加とはちょっとパーティーを変えて挑んでるやつですね。いつだったかな、第6回あたり、第6回ですね。第6回を撮影してる時やな。に、ちょっとおそらく、まあ、うまいこといかんくて、何らかの理由で、お蔵入りになったやつらです。はい。で、相手が、これ多分外国の方なんですけど、結構強かったんですよね、めっちゃ。意外と。こっちもちょっとセンフォニアのメガジャーレムを持っていきました。これなぁ、なんやろ、この動画でちょっとなんか、YouTube のなんか動画の下にコメント欄あるじゃないですか。あれに対してはちょっと、レスとかもやっていこうかなと思ってます。で、なんかなるべく、まあいいや。やばい。これが、ちょっとここ悩んでて、まあ、とりあえずメガ進化で猫騙し、したはずやねんけど。めっちゃえらい調子してる。この時だからちょうど第6回、意外となんかチャーレムが強くてな、普通に勝ててんな。この人、あ、帰った、帰るんか、ここ。普通に帰るんや。で、帰ってサメ肌を出して、で、あえてリザードン Y。やっぱメガリザはほとんど Y やね、俺の感覚的には。なんか、レートの上位の方行けばもっと X と Y がもう大体5割ぐらいになるらしいんですけど、まあ、恐ろしく強いと。ひでりで、まあ、エアスラで、出会い頭いきなり助け持っていかれると。ここなんでサメに変えたんや、俺。我ながらちょっと謎の行動やな。で、全く意味がない。全く意味のない交換をした。なんだよ、サメ肌で抜けると思ったよ、多分。メガリザを。どこにかその、出して、一回加速積んで、で、ミスで持っていこうかな、みたいな風に考えたはず。まあ、それは無理でしたと。もう、しゃあないから、とりあえずアズマを出して、これは、空火が、ま、飛んでくるわけですよね。で、まあ、特防特化でそこそこ耐えられんねんけど、ここで当たると。ここでもう完全な運ゲーを申し込むっていう。完全な運ゲーに持ち込むというちょっと流れで、無理やりレザードン突破しました。もうこれがなかったら、もうおそらく普通に負けてたでしょ。チャーレンじゃ止められへんしな。で、サンドロスやな。おそらくここであえて多分このアズマ王の、あれや、特性をちょっと失念してた可能性がある。アズマ王がな、意外と俺な、強いと思うねんけどな。平石、大体その、アズマ王に対して、その、草電気って持ってるポケモンで今めっちゃ少ないじゃないですか。でもほぼおらんやん。あの、リーフロトム以外。草刈り機以外、おらんやんか。そうの平石でめっちゃ強いと思うんだけど、種族値もそんな悪くないし。なんかやっぱトップメタとか、そのライコーとかさ、ホルトロス、サンダーとか、その辺を、もうしっかりメタっていうかと、ミツロトムにも勝てるし、やっぱ、角量あるから、ミツロトムが勝てるし、絶対強いと思うんだけど。あまりその数自体は多くないと。水浸し、なんか確かね、水浸しであえて水タイプにしたら、ゴーストタイプにも、スモーキーを当てられるしな。こいつは普通、まあ、レート上位とかやったら、やんが強すぎるかもな、と思うかな。で、まあ、ちょっと状況変わって、まだ毒クラゲやな。毒クラゲ出してくるも、おそらく有効打がないから、ちょっと証拠、こっちが証拠してね。
で、ここでちょっと交換か。交換交換。交換して、あー、んで運ゲで来るわけやな、これな。しょうもない、ちょっと運ゲが、入って、ただ、ただですよ。ただですよ。言うてメガチャーレも早いし、収録値100、素早さ。この火力じゃないですか。いいけど、頼むがいいけど。で、自滅すると。で、このね、熱湯で火傷したら終わりやな。なんとか火傷せずに終わる。そして、まあ、以上で毒タイプってこともあって死ぬ続き。ここで動かなかったら死ぬ。ということでしっかり決めてくれると。全く続いてないよ。全く続いてない続き。出したら特殊技にさせられる可能性もある、ね。で、ランドロス来ると。ランドロス来て、ここなんか素早さ的に勝ってないな、こっちがな、なんとか、かろうじて。やっぱメガ進化の陽気合玉が、これは確か耐える。半減。ここであえて10万とかも、やっぱ後ろに、アズマオがいるからやっぱ10万打てなかったってもあるんでしょうね。で、しっかり、そこを読み勝って死ねの続きが出ていく。一撃。この火力ですわ。はい、対戦ありがとうございましたと、いう感じで、案外マズマオとかな、もうちょっとなんかアズマオ押したいねんな俺。アズマオ、平石アズマオマジでプッシュしたい。これ見てる皆さんちょっとこっそり作ってみてください。ずぶといもしくは穏やかの防御特化で平石だと角折れるとあと何かって。はい、ありがとうございました。